大谷、打撃練習で柵越え連発。駐車場の車にひびが。大リーグ、エンゼルスの大谷翔平が。4日、日本時間5日の打撃練習で、チームメイトも驚くパワーを見せつけた。大谷にとっては5日ぶりのフリー打撃。久々のマットの感触を楽しむように、36スイングで。 5球連続を含む13本を咲越させた。150メートル近い飛距離で、場外の駐車場へ消えていく打球もあり、チームメートやファンからは、拍手や歓声が上がった。球場の右翼後方の駐車場には、フロントガラスにひびが入っている車も、大谷の打球が当たったものかは定かではないが、 球団関係者は、車を止める場所には注意してほしい。と苦笑いを浮かべていた。投打の二刀流へ向け、着々と準備を進める大谷は、打撃練習が終わると、すぐにブルペンへ。5日のオープン戦に指名打者で出場し、9日には、実戦3試合目の先発マウンドに上がる。 フリー打撃で豪快弾、連発、大谷翔平、あす指名打者で出場。米大リーグ、エンゼルスの大谷が4日、指名打者で出場予定の、レッツとのオープン戦を翌日に控え、アリゾナ州天日で行われた、ロッキーズとのオープン戦には出場せず、投打の二刀流で汗を流した。 フリー打撃では36スイングで13本の柵越えを披露した豪快に引っ張った当たりが多く3連発や2度の連発も高々と舞い上がった打球が宇宙間のスコアボードを越えてももうキャンプ序盤のように歓声は上がらない打者の力量は周囲に浸透済みのようだバットを振り込んだ後はブルペンへ 8三振を奪った2度目の登板後に日本と比べ傾斜がややきついマウンドに正しく投げれば軽く投げてもそれなりの球がいく順序を守るのがすごく大事と適応のポイントを挙げていた9日の次回登板に備え投球動作を繰り返して体に染み込ませようとしていた